はい、皆さんこんにちは、青木です。今日も最初に仮想通貨ニュース、3つ読んでから、ビットコイン、IOST、エイプコイン、ビットゲットトークン、GMT の5通貨見ていきたいと思います。最初に、バイナンスがおととい新たに3つの通貨ペアの追加を発表したっていう記事 で今現在取引が可能になってます。対象通貨ペアがジャスミーとユーロ、カイバーネットワークとビルド&ビルド、柴犬コインとエイポンドで、柴犬コインは、先日っていうか、結構前なんですけど、ロビンフッドでもソラナ、ポリゴン、コンパウンドとかメジャーなアルトコインとともに上場していて、なんか柴犬コインを取り扱ってきている取引所は増えてきているように見えますね。で、次の記事が、米財務省外国資産管理局が6日暗号資産ミキサーに制裁措置を発動したっていうニュースです。で、これプライバシーを秘匿にできるダークウェブのミキシングっていう資金洗浄ができるツールを使って2020年とか2018年のネムの盗難で話題になってましたね。で、今回はミキサーブレンダーっていう北朝鮮のハッカーグループなどが資金洗浄に使用していたものに制裁を課したようです。ミキシングの仕組みはいろんな取引を混ぜ合わせることで仮想通貨の出どころや送金先をごちゃ混ぜにして解読できないようにするサービスで、で、もともとはプライバシーを保護することが目的だったようなんですが、仮想通貨に関しては違法な行為者に利用されることがたびたび起こってますね。で、今回制裁発動されたミキサーは3月にあったアクシーインフィニティから盗んだ760億円のうち27億円を超える通貨にも使われたとのことです。北朝鮮とかロシアのハッカー組織がミキシングを行うために使用していたようですね。で、最後の記事が米 SEC と NVIDIA 7億円の罰金で和解っていう記事ですね。これは仮想通貨マイニングに関わる問題があって、 SEC が結構まだまだ仮想通貨に関して取り締まりの手を緩めてないようですね。で、今回の事件の内容が NVIDIA が2018年の収益に関して開示していなかったことが発端になって始まって、で、 SEC の調査結果に対して異論とか、認知することもせず淡々と約 7.2 億円の罰金の支払いに同意して、SEC と和解して終わったようです。で、最近でも SEC は今、仮想通貨に対応する調査チームを強化していて人員を増やしている状況で、DeFi とか NFT 関連の調査にも重点を置いていく予定であると話しています。リップルと SEC の訴訟が徐々にリップルに傾き始めてきているので他のところで勢いを伸ばそうと考えているのかもしれませんね。はい、仮想通貨ニュースは以上です。それではチャートの方を見ていきます。はい、ビットコインから見ていきます。ビットコイン4時間足、この下髭反発を作ってからの高値切り下げてきていて、で、戻りが弱いですよね。で、今実体で落ちてきていて近々さらに深掘りそうな感じには見えますね。冷足、この直近の巻き返した下髭否定にかかってきていて、この下髭を実体で塗り替えてきた時にはロングの決済で3万3000ドルまでは一気に落ちてきやすいと思います。今週足がこのまま確定だとこのサポートラインの下で実体確定するので、そうなった場合には来週さらに強い下落が起きやすい環境下になると思います。そうなった場合には2万9000ドルまでは、ここでレンジ組むにしろ落ちていく可能性は、高くなってくると思いますね。ここ割れると次が2万ドルがサポートになってますね。その落ち方で前回みたいな下髭出してきたり小回しだったりして下げ渋る動きで下落するなら下げの弱さを表している足にもなってくるので、そうなった場合には2万9000ドルが
サポートとして機能していきやすいと思います。回復するにしてもトレンド割ってるので、チャート的には長期レンジ相場になっていきやすいと思いますね。早くて7月とか長くて年末、そこまでの期間は必要になってきそうな感じはしますね。次 IOST 4時間足で、このボックスレンジの中に戻ってきていて、日足で実体で済まされていた部分より下で押さえつけられていて、コマ足出したりしてるので、上のレジスタンスは硬いと思いますね。この下髭部分を実体で越せない状況になってますよね。越せたとしてもコマ足ですぐ落とされてるので、まあ昨日も話した通り、今週足があと2日ほどで下髭で終わらせられるかが重要になってくると思います。まあその下の本当のサポートラインでサポートされるかで、あとはこの下髭部分を実体大きな足で塗り替えてきた場合には 0.01ドル台ですねまでの下落の可能性は高くなってくると思います。なので IOST は今週足の確定を待ちたいと思います。はい、次エイプコイン。エイプコインてっぺんからの下落が一旦この高値で13ドルあたりでサポートされてたんですけど、その安値割れてからの大陰線で下落の方向性が明確化してますよね。まあその下のサポート10ドルでサポートされるかだと思います。週足で前の週の高値から大きく乖離しているので、ここから上昇するにしても明確なサポートライン10ドル付近まで落ちてきてからが上昇するためのレンジ作りになってくると思います。この10ドル割れてくると、まあもうそこは見えないですね。次ビットゲットトークン、日足昨日話した通りの動きなんですけど、レジスタンス 0.19 を実体確定してきたら上にブレイクしていく可能性は高くなってくると思います。上が硬いのでレンジ組んでアセンディングトライアングルで上げてくる方がブレイクした場合も安定して上昇していきやすいので、まあ今3日連続上髭で抑えられてるんですけど、そんな悪い状況ではないと思いますね。この上昇ライン 0.176 付近を割れるまではまだ上昇する力はあると思います。週足で 0.188 以上で引ければ来週も先週足の高値ブレイクで楽観して上目線で見ていけると思います。最後 GMT 日足でこれもサポートで一旦は止まったんですけど、その後大陰線で落としてきているので、調整挟んでからの下落の強さが増してますね。で今の感じだと 2.0 か割るあたりまでの下落は見てます。ここから上昇するにしてもレンジ組む形を作りやすいので慌てて買う必要はないと思ってます。あとは上昇するにしても三尊が意識されてくる可能性もあるので、その場合もネックライン、これ仮のネックラインなんですけど、ネックライン割れてきたら利確して逃げる方が賢明だと思いますね。仮想通貨の相場が今相場なので、1ドル近辺まで下がるのを待つのもいいと思いますね。はい、今いろんな仮想通貨取引所の方お得なボーナスキャンペーン開催しているので、気になる方は見てみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。
動画説明欄のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは動画説明欄のリンク経由からの口座開設で1000円相当が付与され、現在ウェルカムキャンペーンで5000円入金で1万円、販売所取引で1万2000円、取引所取引で1万2000円、最大4万円相当のフォビトークンが抽選で付与されます。国内取引所のビットポイントでは100枚以上のトロンを保有することで2023年6月10日までエイプ NFT が毎月付与されます。バイビットではビットダオを保有することでローンチパッドで先行利益を得ることができます。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。追証がないのでトレード資金以上の損失を出すことがありません。プロトレーダーにトレードを任せることができるコピートレードで有名なビットゲット取引所もおすすめです。ビットゲットではランカートークンのビットゲットトークンの取引をすることができます。 BingX では毎月お得なキャンペーンを実施しているのと、私のリンク経由からの口座開設で350テザーが付与されます。 MEXC では独自トークン MX トークンの取引ができ、機能的にはバイナンスと同じくらい充実している取引所になっています。私のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がオフになります。 OKX 取引所はテンセット銘柄が多く上場している取引所になっています。動画説明欄にキャンペーン詳細等貼ってあるので、気になる方は見てみてください。 Twitter や公式 LINE の方でも情報発信や相場のことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。